まさかゼノのやつにそんな過去があったなんて。彼も彼なりに戦ってきたんだよ。何年間もたった一人で。知るか。どんな過去があろうと今は今だ。俺をぶん投げたりする理由にはならねえ。それに一人なんかじゃない。あんたも一緒に戦ってきた。そうだろ。うわや。ちょっと泣くな。ジジイの涙は見たくねえ。次回ザ・マージナルサービス第10話、殴りたい時にお前はいつもいない。ゼノ、てめえのことだぞ。